じゃあ今日はい、まあ話の流れから前回のまあ飛んでくるなよって、でも守備で一番大事にしてたこうまあ基本でもいいし考え方でもいいし、どう思ってたの？やっぱ一歩目のスタートですか、うん、内野手は特に、うんうん、そこが来るとバウンドって合わないですよね、守備と、まあ、今人工芝ですからそんな前でなくても、うん、なんとなしにこの辺で合わせられるよね、カバーできますし、肩が強い選手だと、うん、特にね、うん、この辺のハンドリングで取ればもう、うん、ペンといけるわけですから、でも自分たちが野球始めてずっとプロ入った頃もほとんど土のグラウンドで、うん、やっぱ一歩目のスタートと、あとはやっぱりよく本当いう足を使って足で取って足で投げろっていう、うん、だから自分個人的には宮本みたいな守備が好きですよね、うん、やっぱ常にちゃんと取って基本はステップをしっかり、うん、ね、素早く踏んで正確に投げるという、うんうん、そのスタイルプラスで今は人工芝が多いので全部正面に入らなくていいと思うんですけど、うん、でも人工芝が多い中で基本は練習の時は正面に入れるボールはしっかり入って足を使って投げるという練習は必要かなと。それもう積み重ねだよね。それをやっておけばこういう、ね、逆ハンドっていうのはいつでもできると思うので、うん、ついついこれで、ね、足を使わずに落ち着くになると、うん、やっぱりどんどん守備範囲も狭くなると思いますし、一歩目のスタートっていうけど、どういうことを心がけたの？一歩目のスタートを良くするために。まあ、当時、ね、幸いに自分たちが高校野球やってる時からある程度橋本、野村、岩崎という3人いたんですけども、うんうん、コントロール良かったんですよね、うん、ピッチャー 3本柱がね。でショート、セカンドっていうのは球筋で見えますよね、うん、で、まあ、サインも見えますよね、うん、だいたいそのバッターの力量、そのスイングの軌道をイメージしたら、うん、なんとなしにこうスタート切りやすいじゃないですか、うん、切りやすい。ましてやプロに入ったらもう対戦する相手はほとんど毎回一緒ですから、うんうん、まあ、その時の調子もありますけど、うん、やっぱりそういうのをイメージしながらやっぱり、まあ、例えばキャッチャーのサイン、ピッチャーとの、はい、全部知ってた。知ってましたね。知ってましたしね、自分もやっぱキャッチャー迷う時あるので、うん、迷ったら自分にそのピッチャーが見るの、ピッチャーじゃなくてキャッチャーが見るの。キャッチャーにサイン出したことありました。よく考えたら高校生の時からですね、うん、あ、高校の時から。だからこっちからのバッターのなんとなしにイメージのスイングと、うんうん、なんか分かるじゃないですか、うん、こっち行った方が打てなさ、うんうん、そうだなとかっていうのをやってましたね。それ自分のところも飛んでこないようにとかじゃなくて。いや違う違う、それ違います。違うよ。ああこう、あ俺も出したことある。そうでしょ、うん、ね、今プロ野球どうなんですかね。あんまりそこまで、足は出してないと思うよ。まあ出してないですし、極端なことで言えばそんな見てないのかな、うん、と思うのと、ね、あんまり名前は出さないですけど、今プロ野球全体見渡してて3人し、あ、こいつうまいっていうやつは名前挙げれる？3人もいる、ショートセカンドですか、うん、まあ、あの内野限定で。内野3人挙げろというならばやっぱ源田選手ですよね、うん、源田のいいところって何？やっぱスタートいいですよね。いいよ、スタートいいですし守備範囲広いですよね、うん、1年目入ってきたときにうまいなと思ったんですけどエラーが多かったですね。送球のミスがちょっと多かったんですかね、うん、で、その足のこの運びとか、うん、やっぱ取ってからもね、うん、で、源田にね、聞いたことがある。で、何心がけてるって言ったら正面とかかっていうふうに聞いたら、いや、取ってすぐ投げやすいとこで取りたいんだ、うん、要は、裏返せばちゃんと正面で取ってるっていうことですね。そうですね、うん、現代と思いますし、あとやっぱ守備だけで言えばその堂上直道とかね、おお、まあ堅実だよね、スローイングがいいですよね、まあ、取ったらアウトにしてるという絶対ボート掘らないよね。そうですね、うまいですし菊池選手もうまいんですけどもね、ちょっとこう最近雑かなという、なんか賛否分かれるよね菊池の守備は。いやもう本当にすごいプレー見た時はこれはちょっと誰にも真似できないって思うんですけども、なんかバッティングもその守備もちょっと状態的に耐えるようなところが今年特にちょっと目につくんで、ちょっとムラを感じるっていうことだね。あれをちょっとこう下を意識して野球やればまだまだ若いですからね、もっと伸びるのかなっていうふうに勝手に思ってるんですけども、
まあ、あと守備が上手い人パッとこう思う思い浮かぶ、まあ、坂本選手も年々上手くなってますね。上手くなってるな、力の抜き方だとか。よくその最初はエラーが多かったとか言いますけど、うん、身長187、8あるんですよね、うん、やっぱあれでショートやってるっていうのを忘れてほしくないというか、うん、ね、で彼はあのスローイングいいじゃないですか、いい、ね、ハンドリングもいいですね、うん、だから言ってももう12年間ぐらいずっとやってるわけですよ、ね、ショートを守り続けてるんだよね。いや、すごいと思います。すごいよね。でいて打つわけでしょ、うん、これはスーパースターですね。嬉しいわ、俺の評価は。で俺坂本が大好きなのよ。ああ、やっぱあれだけ頑張れるっていう人間が、かといってカチカチな人間じゃないじゃない、はい、やっぱ遊びもしながらみたいな。それいいんですよね。結構遊んだでしょ。いや、まあそれなりにね。それなりに、ああいうもうスターですから、しょうがない。いや、そうだよね、はい、でも昔プロに入った時に、あ、この人はうまいなっていう選手いた。いや、宇野さんもうまかったですよね、うん、なんていうんですかね、一回千葉ロッテのその進藤、あ、進藤がうまかったですね。あ、進藤うまかった。横浜の進藤がうまかった。で、豊さんにその一回宇野さんに趣味の心得を、うん、ね、進藤から頼まれたから聞いてくれって言われて、うん、宇野さんってどんな感覚で守ってるんですか、聞いてくれって言ったら、いやー、ボンヘッドはいかんわなー言うて真顔で言ったんだよね。ボンヘッドばっかりなんだな。まあ確かにそういうイメージがね。でも天才的だったよね、宇野は。本当にやっぱりこう取ってパーンとこう なんとなしに雑に投げてるような感じだけど、ふわ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 ってこの辺に投げるという。いや、昔はね、あれできないですもんね、なかなかね。できないよ、 A 型でしょ。はい、俺も A 型なんだけど、できないよあれは。まあそういうなんかミスした時にすごく雑に見えるんですけども、うまかったなと思いますね。でもいろんなポジションやったじゃない。はい、どこが一番好き？やっぱショートですよ。あ、やっぱショートが好き。ショートが一番。でもセカンドが一番長かったでしょ。はい、セカンドはやっぱりその逆の動きとかね、うん、こういう動きとか、ダブルプレーの当時はスライディングで潰されますね、うん、プレーは難しかったですし、一塁に全部カバーいかないといけないですね。サードは怖かったですね。ショートセカンドからサード行った時に、近いもんな。近いし、まあ、土のグラウンド当時広島市民球場、うん、もう嫌だったでしょ。嫌だよ。もう一回江藤選手がね、ここにボール当ててから目に当てたよね。いつもこう綺麗にもう足で鳴らしても綺麗くなら、手でこう前の方鳴らしてね、わかるわ。帽子をそれこそ目にだけ当たらないように深くかぶって守ってましたよね。ね、あと江藤選手もそうですけど、今監督やってる広島の尾形さんとかね、うん、がサード守ってたら、もうこねくり返したような、あるな、速いサードゴロ。外国人の右バッターとかだったら嫌だったしな、はい、命がけでしたね。いや、やっぱりそう思ってたの。思ってました。全く思ってなくて、もう平常心でハイハイって天才型だと思ってたけど。あと人工芝貫通感ね、うん、切れ目ね、あればっかり気になるんですよね、うん、あそこでパーンと跳ねたり、跳ねずにそのまま行ったりするから、こうイメージするよね。あそこがなければもっと守りやすいんですけどね、人工芝のサードっていうのは。いやー、まあそうだろうね。本当にもうスライディングするそのね、このテーブルの幅ぐらいだけ土でよかったのかなと思ってね。いや、俺名古屋ドーム小さくしてもらおうかなと思いました、ね、俺タツがそんなに不安を持って守ってたなんて思ってもない。いや、もう守備はもうサード、セカンド、まあサード行ったぐらいからはもうずっと特に嫌でしたね。ああ、そう。だから、ね、まあ例えば、まあエラーをポロッとしたとするじゃん、リズム狂った、次の打球とかなんか不安になった。不安になりますね、やっぱり。そので1個はじ早い回に弾くと、なんかもう1個やってしまうんじゃないかなと思いますよね。そうそうそう、思う。そしたら若干この手の動きが硬くなったり、硬くなって変なとこ当たってね、うん、なんかありますよね。いや、立つのもあんの。ありますね、守備にスランプないって言いますけど、ありますよ、守備もね。めちゃくちゃ、俺2回連続でトンネルしたことある。同じような打球を、うん、守備コーチに、お前うまいなって言われた。形できてるから同じ打球選すんだよとか言って、もうなんかその言葉が妙に救いだったけど、あと合わない日っていうのはバウンド合わない打球ばっかり飛んでくるんですよね。そういう時どうしたの？
時はもう一本目でパーンとね、あえて前出るか、そういう時で大体パッて一瞬こう受けてしまった時ですよね、とかちょっと前守るとか後ろ守るとかね。俺ちょっと前守った。ああそう、そうか。篠塚さんとかも見てる？見てます、見てます。うまくなかった？うまいですね。あの、なんで綺麗ですよね。ボールの殺し方がうまいというかさ、はい、柔らかいというか、なんか本当に打つ方もね、守る方もなんかこう形が綺麗ですよね。流れるような。そう、まあそれに近かったけどね。いやいや、そんなこと自分の守備は大したことないですけど。いやいや、もうすぐ肩壊したので、もう守備はあんまり語れないですね。最後まで俺の名前が出てきませんでした